おはようございます、はい、おはようございます、高橋のランジです。今日はですね、八尾市の松本先生のところにですね、今日はお邪魔させてもらってます。今日松本先生、貴重な時間ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ちょっと施術受けさせてもらって体の痛みとか歪みをちょっと見てもらいながら施術受けさせてもらって、体すごい軽くなりまして、はい、可動域もびっくりするぐらい変わりましたんで、はい、ちょっとまた後でその話もしたいと思うんですけども、はい、まあ、松本先生、ちょっと簡単にですね、カメラの方に自己紹介だけちょっとしてもらっていいですか。あ、はい、八尾市の、はい、恩寺駅の駅前の方で鍼灸整骨院、鍼灸整骨院ですね、並びに整体院、整体院させてもらってる、はい、つながり松本整体院の松本と申します、はい、よろしくお願いします。つながり松本整体院、はい、いや、駅から近すぎて、そうですね、改札降りてもう走ったら10秒ぐらい10秒で来れます。本当に一番近いんちゃいます。ライバル店あるじゃないですか。あ、僕は間違えて向こう行っちゃったんですけど、はい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 、近すぎてちょっとわからなかった、はいはい、でも駅からやったら一番近いんですよ。そうですね、恩寺駅周辺の中ではうちが一番ダントツに近いですね、はいはい、本当にもう そこ駅ですやもんね。いや、まあ、今日はですね、ちょっとそういう松本先生のところに来てですね、松本先生の治療方法とか考え方とか、患者さんにどういったものを提供していくかっていうのをちょっといろいろインタビュー形式でですね、はい、お聞きしたいと思いますけども、はい、まあまあその前に、まあ、炭酸生態を知ったきっかけっていうのをちょっと教えてほしいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと某番組で、はいはい、ちょっとその芸能人ちょっと炭酸を取り上げてはる方がいてはって、その時に、はい、その芸能人の方の痛みが劇的に取れたっていうのが、まあ、まずちょっと不思議だなっていうのを、はいはい、テレビ画面を通じて ね、そう見たわけですよね、はい、はいはいはい、まあ、ちょっと施術家の立場から言うて、なんでそんなんで取れんやろなっていうのがほんまかいなって、はい、まあ、そっから、まあ、ちょっとその自分の中ではなんかちょっと不思議な感じしたので、はい、ちょっと調べてみようかなと思って、はいはいはい、調べていくと、はい、どんどんその炭酸生態協会っていうところで、はいはいはい、そういうのを教えていただけるところがあるんやなっていうのが分かって、そこ、ね、からちょっと炭酸の効能とかを調べてると、はい、すごくやっぱ人体には無害やし、うん、すごく血流を整えるっていう意味では、はい、やっぱ理にかなったような、そうですね、っていうふうに落としていただいたというきっかけですよね、はい、いやー、でも松本先生のように治療歴長い先生だったら、やっぱりいろいろこうこれほんまにお客さんに大丈夫か、患者さんにね、はい、害がないかとか、はい、そういろいろ調べてくださった結果、はい、僕のところに行き着いていただいて、はい、まあ、体験会と見学会来ていただいた経緯じゃないですか、はい、やっぱりそのやっぱ患者さん、自分がいいと思ってもやっぱ患者さんに提供するときにやっぱこうイメージするもんなんですか、やっぱり、あ、これ患者さんに今来てる LINE してる患者さんに、あ、これ炭酸使ったら良さそうかなとかイメージしながら、やっぱりそうですね、もともとすごいこう状態の悪い方とか、うんうんうん、筋肉の緊張がすごい強い方とかで、何かしかもちょっとこうね、そういう方をマッサージしたりとかするとやっぱり痛みを伴いはるので、やっぱ痛みなく治療させてもらうっていう意味では炭酸を使うと、あ、なるほど、読み方がいいので、はいはいはい、そういうのがイメージしながら、やっぱりちょっと8月ですね、見学会で思い出しました。そうです、はい、8月に他の先生もいた、河合先生とか、河合先生とか、あとも取りましたね、忘れましたひどいですね、僕いや、炭酸生態入ってない先生ですね、あとは確か、いやいや、あ、井村先生、井村先生、ごめん、井村先生行くからまた今日ね、すいません、そうそう、3人京都の京都の ね、井村先生、3人いましたよね、そうなんですよ、そうなんですよ、で3人ともまあまあ入っていただいて、今、まあ、あの時4期生はいですね、はい、はい、でやらせてもらってるんですけど、まあでも実際そうやってイメージしてくださって、はい、はい、まあ、入っていただいて、まあ今実際使われ、まあ、やもうだから言えば1年前じゃないですか、そうですね、もう初めてお会いした、はい、ちょうど1年前で、今日も面白いんですけど、はい、松本先生こうパッと真面目じゃない、真面目なのに言えると思うんですけど来たらここに僕の DVD 置いたんで面白いな面白いなと思って僕、はい、ちょっとにやけちゃいました、はい、松本先生、まあまあ僕1年というもうすごいこう合ってる感じがするんですね。
結構合ってる感じがして、イベントも結構積極的に参加してくださって、ね、やられてますし、はい、何ですかね、今自分のそのお店はさっきも聞いてましたけど、聞きましたけども、はい、やっぱりこう結構やっぱり年配の方が多くて、若い子もいっぱいこう来てもらえるような、いろいろこう一つ一つこう作っていってるじゃないですか。そうですね。で実際今、はい、松本先生の施術僕受けたからあれなんですけど、まあ見て、はい、受けてない方は分からないんですけど、はい、iPad 使ってあのデータとか、はい、ああいうのはい、どういう人にこうやっぱ向いてるっていうか、はい、あるんですかね。姿勢とかですか。まあ、そうですね、はい、まず姿勢が、ちょっと気になりだして、猫背猫背ちゃうかなとか気にしてる人にはもちろん抜群にいいですし、ですね、はい、まあこういろいろね、他の院さんとかを通ってもなんか原因がよくわからないけど、それですよね、なんか痛いの取れへんとか、まさに、なんとなく体が不調やっていう方とかは一回ちょっと調べさせてもらうと、ですよね、原因が見つかったりとか。まさにそうなんですよ。僕もさっきやってもらったじゃないですか、はい、僕いろんな施術、まあ、受けさせてもらったりとかしてるんですけど、自分の体自身あったんですけど、ねじれてるっていうのはちょっと衝撃でなるほどね、まあ施術受けたらね、施術受けたらめちゃ楽やし、あもうびっくりですね、はい、でまあ炭酸の相性はいいですよね、松本先生、僕思ったんですけど。そうですね、はい、悪い筋肉とかもちゃんと分析できるの で、ね、その場所に集中的に炭酸かけれるっていう部分では、かけて施術していくと痛みが全く伴わないじゃないですか。そうですね、はい、でやっぱこれ痛みは患者さんに痛くないっていうのもこうアピールというか、まあ、表現できますし、はい、あとその松本先生今その目的っていうかね、これからどんな治療にしていきたいとかあるんですか。まあ、幅広い年齢層の方の施術っていうのはさせてもらいたいなっていうのは、いや、ほんならこの恩寺周辺ではもう俺のとこ来いよみたいな。まあ八尾、いや八尾、ごめんなさい、ちょっと僕は八尾ちっちゃくしてすみません。いや八尾で行きます。八尾全体で、八尾全体で行くとちょっとみんな恩寺で降りてすぐやから来いよ的な感じです。そうですね、なるほど。意外と八尾も広いし、沿線近いんやけど、沿線がね、向こうの JR 駅とか、はい、あっちの方で、はいはい、全然沿線が違う方でも、意外と自転車とかでも近かったりとかもありますので。そうなんですね、はい、あ、でも、ここはですね、めちゃめちゃいいですね。びっくりしました。八尾の方、皆さん来てもらいたいなっていう。あ、なるほど、あ、そう、はい、僕ちょっと音痴でちっちゃくしたんですけど、八尾の方、ぜひ来てください。でも実際イベントとかもいろいろ参加してくださってるし、はいはい、結構積極的じゃないですか。いえいえいえ。で今ね、スーパー銭湯の方でも月1回の、あ、はい、もうこのね、松本先生の顔を見たら、あ、ちょっとって言ってね、ちょっとかけて、炭酸かけてって言っていただいたら、炭酸かけてくれる、もう2倍ぐらいかけてくれる。お願いしたいと思うんですけど、まあ、松本先生、最後いろんな人が来てくれたらいいなっていうのはやっぱり思いがあると思うんですけど、そうですね、今までやっぱ治療をここして、ここでやられて約20年ですよね、はいはい、結構やっぱりここの整骨院、ね、整体院がいろいろこう歴史を皆さん知ってると思うんですけど、はい、やはりこう18年、まあ、20年ですよ、はいはい、やっていくための秘訣っていうのがあるんですか。結構長いんですよ。あ、まあ、まずはけど自分自身の体調管理って、ね、あ、体調管理、はい、やっぱ自分が休んでしまうとダメやし、自分が辛くて施術はできないので、まあ、まず、はい、いやいや、まずそこは気をつけてるっていう、ね、いやいや、気をつけてるっていうことと、はい、あとは、うん、まあ、患者さんのことを、あ、そうですよ、ちゃんと考えてあげてっていうのを、あ、やっぱ患者さん第一、患者ファースト。そうですね、まあ、自分の体の体調ももちろんそうですけど、まあ、まずそこがね、自分の責任なので、はい、そこをまずちゃんと自己管理してっていうのがあって、初めて患者さんの体っていうことを全力に向けやるのかなっていうのもあるので。だから逆には自分の生活リズムを崩すこととか、あんまり深酒もしない、お酒飲まないんですね。家ではあんま飲まないですね。お休みの前とかだったら飲まれるとか、はい、その体調管理はきっちりされてるってことですね。なるべく意識はするように。それってプロフェッショナルですよね。いえいえ。でもやっぱりそれが患者さんありきの人生というか生活だから、まあ、それはし当たり前ですね。そうですね、はいはい、これ不摂生の整骨院の先生とかね、ちょっと見て正座して見てほしいぐらいなんですけど、それぐらいに当たり前でね、やってほしいと思うんで、
まあ、最後にあの松本先生あの、まあ、八尾でですねこのまま田中先生どんどん広めてもらって、はい、あのどっからでも八尾だけじゃなくてねもうあの大阪府からパッと来るようなイメージも、はい、あのこれから配信松本先生を紹介していきたいと思いますんで、はい、まあ、あのこれ動画見てくださった方はですね松本先生のですねあの店をあのホームページもリンク貼りますんでぜひですね一回見てほしいと思います。はい、はい、まあ、今日はですね、貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございます。あの、最後にですね、カメラに手を振って終わってますんで、はい、お願いします。はい、またお会いしましょう。さよなら。